エレナ・エッセン、青森ジャパン、has discovered that the number 27 is hidden in the painting entitled Version of the Rocks, said to be painted by Leonardo da Vinci. When 27 is deciphered in Jewish gematria, it stands for Cain. That means the child on the left of the number is Cain. Yes, Cain the Christ. Cain Christ, who descended around 1500, left various messages as codes in his paintings, and this 27 is one of them. 青森県在住のエレナ・アトゥさんが、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる岩窟の聖母の絵の中に、27という数字が隠し込まれていることを発見してくださいました。27をユダヤのゲマトリアで解読すると、カインとなります。そうです。カイン救世主です。ということは、その数字の左にいる子供はカインということになります。あの1500年前後に降誕したカイン・キリストは、こうして様々なメッセージを絵画の中に暗号として残してくれました。この27もその中の一つということになります。広い林、浜松市、ジャパン、October the 31st, 2023. もう一度最初から画面を見ながら説明します。岩窟の聖母、ルーブル版です。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵画と言われています。で、この絵画の中にですね、27という数字が隠し込まれていました。27です。この赤枠を囲った部分に注意してください。で、この部分を拡大し、明るくしてみるとですね、数字のようなものが浮かび上がってきます。で、この数字は27ではないかということなんですね。で、今までの流れといいますか、検証の中でですね、こうして、その、カイン・キリストはですね、様々なメッセージを残したということが分かっていますから、私、林浩司は、ここに27という数字が隠し込まれていると判断しました。エレナ・アスさん、大変な発見です。で、27をですね、ユダヤのゲマトリアで解読すると、カインとなります。カイン・ザ・クライスト、つまりカイン、救世主ということになります。つまり、この数字の左上に書かれている子供は、カイン・キリストということになります。いろいろなことは言われてますけれども、そうした説明には意味がありません。もう一度確認しておいていただきたいと思います。この絵の中に27という数字が隠し込まれていましたが、ここだけですと皆さんは多分こう思われると思います。そのようにも見えるだけだ。しかし、偶然の一致に過ぎない。とですね。で、もう一度検証してみます。ここに描かれている子供はカインということになりますが、なぜこんなところにカインが描かれているかということなんですけども、今も言いましたようにですね、ここだけを見ていると、つまりは、こじつけということになるわけですけども、仮にこの子供をカインとするとですね、反対側にいる子供は、私、林浩司は、アベルであると判断しました。弟のアベルです。で、この
絵の構図と全く同じ構図で描かれているのが聖アンナと聖家族と題された絵画です。この中にも4人の人が描かれています。中央左にいるのがですね、林浩司はネルガルと判断しました。モナリザと顔が同じです。そしてその向こうにいるのがその娘のイナンナ、そして右下にいるのはカインとなります。で、アベルは羊で表現されています。なぜ羊がアベルなのかということは続く動画の中で説明しますが、その羊のアベルをですね、兄のカインが左手に短刀を持ってその短刀を突き刺しています。つまり弟のアベルを殺している様子を表現したのがこの絵画ということになります。そしてその血しぶきがですね、辺りに散っているのがわかります。辺りの2人の人物、そして衣服にも散っているのがわかります。そしてこの2枚の絵で皆さんに注意深くご覧いただきたいのは、この、女性、一般にはマリアと言われている女性ですけども、マリアの手の指先がですね、カインの、神秘、皮膚の下に潜り込んでいるという点です。そして同じように、聖アンナと聖家族の中の、私がネルガルと判断している人物もですね、この私がカインと判断した人物の、一見すると腹巻きのように見えますが、やはりお腹の神秘の中に手が潜り込んでいる点に注意してください。こうしてこの両者がですね、構図だけではなくてその内容も同じであるということがわかります。繰り返しますが、この絵はですね、兄のカインが担当で弟のアベルを殺している様子を表現したものだということになります。その決定的な証拠がその二人の子供の顔にあります。左が岩窟の聖母の中のその子供です。右が聖アンナと聖家族の中のその子供です。この二人の子供を比較してみるとですね、全く同じだということです。すなわち左がカインならば右もカイン、右がカインであるならばですね、左もカインということになります。続く動画の中でそのカインはネルガルとその娘のイナンナによってそそのかされて弟のアベルを殺したという、つまりは新しい事実をですね、皆さんに紹介します。As a punishment for having killed his brother Abel, Cain set upon a mark on his face that anyone can recognize him as Cain. So, Cain has his face fallen and made to have a beardless face. Evidence is Zechariah Sitchin's The Earth.カインは弟のアベルを殺した罰として顔に誰が見てもカインとわかるマークをつけられます。つまりカインは顔を落とされひげのない顔にさせられます。証拠はゼカリア・シッチンの書いた地球年代史です。But Inanna Maria and her father Nergal are behind Cain killing his brother Abel. When the innocent Cain killed his brother Abel at the temptation of Inanna Maria and Nergal, the proof is a painting entitled Saint Anne and
Holy Families, allegedly painted by Leonardo da Vinci が、カインが弟のアベルを殺した背後には、イナンナ・マリアと彼女の父親のネルガルがいました。つまり、無邪気なカインは、イナンナ・マリアとネルガルにそそのかされて弟のアベルを殺しました。証拠は、ダ・ヴィンチが書いたとされる聖アンと聖母子と題された絵画です。Suffers from his sin he committed and repeats his confession. The painting entitled Saint Jerome, which is said to have been drawn by Leonardo da Vinci, depicts this situation. カインは自分の犯した罪に苦しみ、懺悔に懺悔を重ねます。その様子を表したのがダ・ヴィンチが書いたとされる聖ジェロームと題された絵画です。Remember that Cain is the first human being created by God. The man that appears in Genesis book 1, chapter 1 is Cain.The proof is a painting entitled Vitruvian Man, which is said to have been painted by Leonardo da Vinci. そのカインは神によって作られた最初の人間ということになります。創世記 Book 1, Chapter 1に出てくる Man というのはカインです。その証拠がダ・ヴィンチが書いたとされるウィトル・ウィブスの男と題された絵画ということになります。
Meanwhile, the God King Anu renders the final judgment and carries out the human extermination plan. Some have been carried out. It was around 2000 BC. However, it is King who stops it. The proof is a mural entitled The Last Judgment, painted by Michelangelo Buonarroti. その一方、神、キング・アヌは最後の審判を下し、人間絶滅計画を実行します。一部は実行されました。紀元前2000年頃のことです。が、それに待ったをかけたのが、カインということになります。その証拠がミケランジェロ・ブラノティが書いたとされる最後の審判と題された壁画です。Therefore, Cain is a savior of mankind as well as a supreme god of the human race. Cain still teaches us humansToday, using various methods such as paintings, sculptures, literatures, and movies, I, Hiroshi Aishi, is to explain these facts with evidence in a series of videos. それゆえに、カインこそが人間種の最高神であり、人間の救世主ということになります。そのカインは、絵画、彫刻、文学、映像という様々な方法を用いて、現在の今も私たち人間を指導しています。これらの事実を一連の動画を通して、そして証拠を添えて、私、林浩司が、説明します。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan, May the 31st, 2023. Cain is said to have killed his brother Abel, but it was Nergal and Inanna who made Cain kill his brother Abel. It means that Nergal and Inanna tempted innocent Cain to kill his brother Abel. The proof is a painting entitled The Virgin and Child.With Saint Anne, said to have been painted by Leonardo da Vinci. Have a look at this painting. There are three people depicted in this painting. In the left foreground is Nergal, in the background is Inanna, and Cain is holding a dagger on the right, and Cain isStabbing the dagger into his brother Abel, the sheep. I, Hiroshi Hayashi, prove these facts in this video with evidence. カインは弟のアベルを殺したと言われています。しかしそのカインをして弟のアベルを殺させた背後には、ネルガルとイナンナがいました。つまり、ネルガルとイナンナが無邪気なカインをそそのかして、弟のアベルを殺させたということになります。その証拠が、ダ・ヴィンチが書いたと言われている、The Virgin Child with Saint Anne、つまり、聖アンと
聖母と子供と題された絵画です。この絵を見てください。この絵の中には3人の人物が描かれています。手前左にいるのがネルガル、その奥にいるのがイナンナ、そして右下で担当を持っているのがカインです。そしてそのカインは弟のアベル、つまり羊にその担当を突き刺しています。これらの事実を私、林博氏は証拠を添えてこの動画の中で証明します。広志林、MMS City Japan, March the 30th, 2023. This is a painting entitled The Virgin and Child with St. Anne, which is said to have been drawn by Leonardo da Vinci. It is generally described that the one on the left front is Virgin Mother, and the one on the right rear is St. Anne, or Mother of Virgin Mary. That what every art critic says. Wikipedia English
also writes that the Virgin and Child we sent Anne is an unfinished oil painting by high Renaissance artist Leonardo da Vinci dated to 1501 to 1519. It depicts Saint Anne, her daughter, Mother Mary, and infant Jesus. Christ is shown grappling with a sacrificial lamb, symbolizing his passion as a virgin tries to restrain him.今皆さんにご覧いただいているのはレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたと言われている聖アンと聖母子の絵です。一般には手前左にいるのが聖母マリア、そして右後方にいるのが聖母マリアの母親の聖アンと説明されています。どんな美術書にもそう書いてあります。ウィキペディア英語版の方にも次のように書いてあります。 The Virgin and Child with St. Anne の絵は未完の作品である。ルネサンスの巨匠レオナルド・ダ・ヴィンチによって描かれたものである。1501年から1519年、その絵は聖アンナとそして彼女の妹の聖母マリア、そして赤子のイエスが描かれている。ここに描かれているのはキリストである。そのキリストは生贄の羊を掴んでいる。そしてそれは彼の劇場をシンボライズしたものである。そしてそれを聖母マリアがたしなめている。But is this explanation written here really correct? First, the person on the left front in this picture is not Virgin Mother. This person is a person who is called Mona Lisa in the picture of Mona Lisa we now know very well. Please compare both of their faces and you can see that.The faces of these two people match exactly to each other. And then I have proven that in my video that Mona Lisa is Nergal, the god of Mars. And please remember that Mona Lisa is an anagram of Mars I am. I, Hiroshi Hayashi, will explain these facts in this video.But then you may ask who the boy is in the lower right. が、本当にここに書いてあることは正しいのでしょうか？こうした説明は本当に正しいのでしょうか？最初にこの絵の中に書いてある左手前の人物は聖母マリア、Virgin Mother ではありません。私たちがよく知っているモナリザの絵の中に描かれているあのモナリザと呼ばれている人物です。顔を比較すればそれが皆さんにも簡単に分かっていただけると思います。これら二人の顔はパーフェクトに一致します。そしてモナリザというのは火星の神ネルガルです。モナリザは火星の神マースアイオンのアナグラムでできた名前です。それについてもこの動画の中で説明しますが、となるとその手前右下にいる幼児は誰かということになります。Please notice that this boy holds a dagger in his handNot an ear, and sticks it into the head of the sheep. Yes, this boy is Cain, symbolically depicted in this painting, who killed his
younger brother Abel, and that sheep is Abel himself. この幼児は手に短刀を持ち、羊の頭にそれを突き刺しています。つまりその幼児は弟のアベルを殺したカインということになります。またそれを象徴的に表現した絵画ということになります。そしてその羊はアベル、その人ということになります。Then, who is the person in the upper right? However, this person is Anna Maria herself, who is called Virgin Mother. The face matches Anna Maria, drawn by Leonardo. Then, I, Hiroshi Hayashi, interpret this painting like this. It is a picture ofMartian god Nergal and Inanna Maria inviting young king to kill his brother Abel. Again, it is a picture of Martian god Nergal and Inanna Maria inviting young king to kill his brother Abel. In other words, this is a hidden message given to humansby God. となると、右上にいる人物は誰かということになります。が、この人物こそがバージンマザーと呼ばれている、つまり聖母マリアと呼ばれているイナンナ・マリア自身ということになります。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた他のイナンナ・マリア、つまり聖母マリアの顔と一致します。となるとこの絵は何かということになりますが、この絵をそのまま解釈すると次のようになります。火星の神ネルガルとイナンナ・マリア、つまり聖母マリアが兄のカインをそそのかして弟のアベルを殺させている絵であると繰り返します。火星の神ネルガルとイナンナ・マリア、つまり聖母マリアが兄のカインをそそのかして弟のアベルを殺させている絵であると、つまりそれがこの絵に隠された神から人間に与えられたメッセージということになります。広志林Hamamatsu City, Japan. ここまでの結論という。Cain is said to have killed his brother Abel, but it was Nergal and Inanna who made Cain kill his brother Abel. It means that Nergal and Inanna tempted.Innocent Cain to kill his brother Abel. The proof is a painting entitled The Virgin and Child with Saint Anne, said to have been painted by Leonardo da Vinci. Have a look at this painting. There are three people depicted in this painting. In the left foreground is Nergal
And the background is Inanna, and Cain is holding a dagger on the right. And Cain is stabbing the dagger into his brother Abel, the sheep. I, Hiroshi Hayashi, prove these facts in this video with evidence.カインは弟のアベルを殺したと言われています。しかしそのカインをして弟のアベルを殺させた背後にはネルガルとイナンナがいました。つまりネルガルとイナンナが無邪気なカインをそそのかして弟のアベルを殺させたということになります。その証拠がダヴィンチが書いたと言われているThe Virgin Child with Saint Anne、 つまり聖アンと聖母と子供と題された絵画です。この絵を見てください。この絵の中には3人の人物が描かれています。手前左にいるのがネルガル、その奥にいるのがイナンナ、そして右下で担当を持っているのがカインです。そしてそのカインは弟のアベル、つまり羊にその担当を突き刺しています。これらの事実を私林博士は証拠を添えてこの動画の中で証明します。博士林、ヘメメッシティジャパン、マーチ 30th 2023。
Leonardo da Vinci has left a strange painting to us humans. It is a painting entitled Leda and the Swan. There are various interpretations of this painting, but those interpretations have no meaning at all. The woman depicted in this picture is Nimphosag, or wife of Enki. The number 12 was hidden in this picture. 12 is a sacred number of Nimphosag. レオナルド・ダ・ヴィンチは奇妙な絵画を描き残しています。レダーと白鳥と題された絵画です。この絵についてはいろいろな解釈がなされていますが、そういった解釈には全く意味がありません。この絵の中に表現されている女性はニンフルサグ、つまり延期の妻です。この絵の中には12という数字が隠し込まれていました。12はニンフルサグの神聖数です。広し林ハメメシティジャパン。If you look only at this picture, many people may have doubts about my theory, but Giorgio Vasari, a painter of the same period, also used the same method to say 12 in his painting in the same way as in Leonardo's Leda and Swan. The woman is Nimphosag, the goddess of human creation, with a square ruler and a compass in her hand. And that is to say that Nimphosag, first of all, created 4 human race children. Those are Cain, Aaron, Adam, and Eve. この絵だけを見ると、私の説に疑問を持つ人も多いかと思いますが、同時期の画家、ジョルジオ・ヴァザーリも同じ手法を使って、自分の絵の中に12という数字を隠し込んでいました。その女性は手に直角定規とコンパスを持った人間創造の女神ニンフルサグです。そしてそのニンフルサグは最初に4人の人間種の子供を創造しました。それがカイン、アワン、アダム、そしてイブです。では本題に入ります。ここに描かれているのは聖母マリアとマリアの母親の聖アン、そしてイエス・キリストというわけですけども、本当にそうでしょうか。手前の人物に注意してください。赤い四角で囲いました。で、この人物は誰かということなんですけども、この人物と同じ顔をした人物があのモナリザということになります。モナリザの顔と比較してみますが、比較しやすいようにモナリザの顔を左右反転します。まずこの腫れぼったい目ですね。
そして、広いおでこといいますか、やや出たおでこ、そしてこの目ですね、全く同じです。そして明るくして瞳を比較してみました。注意深くご覧ください。表現の仕方が全く同じです。薄い眉毛も同じです。そして小さな小鼻ですね。そして鼻の先が下へ尖っているところも同じです。そして口の端がですね、やや上がっている、いわゆる笑い顔であるという点です。唇の厚さも上下同じです。そしてやや尖った顎ですね。そして薄い眉毛、そしてやや腫れぼったい目ということになります。で、髪の毛の様子も同じです。ただ左の、人物の方は髪の毛が乱れています。中央で2つに分かれている点も同じです。で、モナリザの方ははっきりしませんけども、ウェーブのかかっている様子も同じです。そして、手前の方がやや縮れ毛になっている、同じです。全く同じなんですね。ということは顔は違いがないという点で同じと判断しますから、この両者は同じということになります。となると右の人物が誰であるか分かれば、左の人物が誰であるか分かるわけですけども、左の人物はラミアの息子ということになります。ラミアの息子です。ラミアというのは下半身大蛇の魔女を言いますが、そのラミアの息子を並び替えてできた名前がモナリザということになります。注意深くご覧ください。ラミアさん、ラミアの息子を並び替えたのがモナリザという名前です。つまりモナリザという名前はラミアの息子の文字を並び替えてできた名前ということになります。となると右がラミアの息子、左もラミアの息子ということになります。で、ラミアについて補足しておきます。ミケランジェロなる画家がシスティーナ天井画の中にこんな絵を描き残しています。左からアダム・イブ、そして中央がリリトと言われていますけれども、セント・ジェロームの翻訳したラテン語の聖書によればラミアとなっています。中央がラミアです。下半身が大蛇で表現されています。そしてレオナルド・ダ・ヴィンチ自身も岩窟の聖母ルーブル版の中でそのラミアを表現しています。右が岩窟の聖母ルーブル版です。この中に表現されているマリアは下半身大蛇のまさにラミアということになります。そのラミアの息子の文字を並び替えてできたのがモナリザであり、そしてそのモナリザと先ほどお見せしました聖アンと聖母子の絵の中の手前の人物の顔が一致します。つまりモナリザはラミアの息子ということになり、聖アンと聖母子の手前の人物もラミアの息子ということになります。ここが重要ですからもう一度確認しておきます。ラミアとラミアの息子ということになれば、向こうにいるのがラミアということになります。ラミアを並び替えてできた名前がマリアということになります。やはりアナグラムです。そして手前にいるのがラミアの息子ということになります。つまりこれがマリアの息子ということになります。そしてマリアの息子の文字を並び替えてできたのがモナリザということになります。そのモナリザの顔と手前の人物の顔は一致します。となると向かって右側に描かれている子供は本当にイエス・キリストかということになります。
で、その絵を検証してみますが、まずその手前の人物の右手に注意してください。この子供の腹の皮膚の下に手が潜り込んでいるのがわかります。注意深くご覧ください。今、白枠で囲った部分です。右手がこの子供の腹巻きのように見える皮膚の下に手が潜り込んでいるのがわかります。ですね。つまりこの子供は少なくとも人間ではないということになります。そして向かって右側、その子供の今度は左手に注意してください。私、林浩司は、この子供は短刀を握っていると判断しました。先が少し見えていますが、羊の耳の色とは違います。上下、比較してみてください。下は白いですけども、上は白くありません。そして、手の元を見てみると、ここに短刀と耳の両方が描かれているようにも見えます。はっきりしませんけども、耳だけでもないし、短刀だけでもないように見えます。つまりこの子供は羊の頭に短刀を突き刺しているということになります。で、その血しぶきがこの左の2人の人物に飛び散っているということになります。その血しぶきの様子がいわゆる汚れのようになって、まあ、つまり騙し絵、隠し絵の形で表現されていると私、林浩司は判断しました。繰り返しになりますが、汚れであるならば顔の輪郭や衣服の端で止まるはずがありません。もう少し詳しく検証してみます。血です。血というのは乾くとタンパク質が硬化して黒くなります。そして衣服についたシミはなかなか消えなくなります。消えにくくなります。まあ、だんだん黒ずんでくるということですね。それが聖アンナと聖母子の絵の中に表現されているということです。
分かりやすく言えば、ここに描かれている様子は、いわゆる聖アンナと聖母子と言われるような生優しい絵ではないということです。で、その子供ですが、イエスであるかないかは話は別として、ここに描かれている子供は普通ではありません。明るくしてみますと、奇妙な髪の毛が浮かび上がってきます。この髪の毛とレダーと白鳥の絵の中に描かれている子供の髪の毛が一致します。この絵の中の左下に4人の子供が描かれていますが、私はこの子供は皆餌の子供であると判断しました。まあ、それはともかくも、その子供たちの髪の毛と聖アンナと聖母子の絵の中に描かれている、まあ、イエスと言われている子供の頭の髪の毛の様子と比較してみてください。同じであることに皆さんもお気づきになると思います。そしてその子供の目をよく見るとですね、まあ、生き生きとした可愛い子供の目というよりも、何かしらどこか不気味さを漂わせている目ということになります。つまり虐待を受けた子供の目ということになるのではないでしょうか。注意深くご覧ください。例えばこんな例もあります。これはアンドレア・デル・ヴェロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの合作とされているイエスの洗礼の絵ですけども、その中に描かれている子供たちはですね、明らかに虐待を受けたと思われる顔をしています。目は腫れ上がり、鼻は砕け、そして目の周りにはクマができています。ですから、まあ、この聖アンナと聖母子の絵の中の子供も虐待を受けていると考えても何らおかしくはないということになります。もう一度ウィキペディア百科事典の方に書いてある文を読み直してみます。この聖アンと聖母子の絵はですね、イエス・キリスト自身が将来遭遇するであろう受難の象徴である生贄の子羊をしっかりと手でつかむキリストと、それをたしなめようとしているマリアの姿が描かれていますとあります。本当にそうでしょうかということになりますが、後の判断は皆さんにお任せします。
で結論ということになります。聖安、聖アンナと聖母子の絵ですが、ここに描かれているのは私はイエス・キリストではないと考えています。つまり餌の子供ということです。その餌の子供が羊の頭に短剣を突き刺しています。そしてその血しぶきがその左側の2人の人物の衣服、顔などに飛び散っています。そしてこの絵の中には25という数字が隠し込まれていました。あえて今のところ私の解釈するところによれば、25というのはメッカ、すなわち聖地ということになりますが、それについては今の段階ではペンディングとさせてください。となると2人の人物は誰かということになりますが、左の人物はいわゆるラミアの息子ということになります。となるとその向こう側にいるのがラミア、すなわちマリアということになります。ラミアは下半身大蛇の魔女中の魔女、そして人間の子供を食べる魔女でした。そのことをレオナルド・ダ・ヴィンチ自身がですね、岩窟の聖母の中に表現しました。以上のことをですね、まとめるとこうなります。この聖アンナと聖母子の絵の中に描かれている手前の人物はマリアの息子、つまりラミアの息子ということになります。となるとその向こうにいるのが母親のマリアということになります。一般説とは全く違った解釈ということになります。後の判断は皆さんにお任せします。そしてその子供は短剣で、あるいは短刀で羊の頭に短刀を突き刺しています。その血しぶきが2人の人物の衣服や顔に飛び散っています。つまり一般説で言われているようなこの絵はですね、生優しい簡単な絵ではないということになりますが、それが通りも直さず1500年後のイエスから後世の私たち人間に対するメッセージということになります。最後にもう一度2と5について考えてみたいと思います。この絵の中に5という数字はあると判断しました。そして向かってその左側に2なんですけども、もう一つ文字があるように見えますね。つまり7ではないかということです。で、先に2と5については考えましたけども、ここに7があるのではないかということです。で、下はミケランジェロが描いたカシナの戦いの絵ですけども、その中にも7、5、2という数字が隠し込まれていました。で、比較してみるとといいますか、3つの数字がこのような形で一致します。これは偶然なのかということなんですけども、その前提としてですね、つまりその上の方に2と5と7があるかどうかということが問題なんですけども、今一つはっきりしません。で、7、7は言うまでもなくキリスト、号令はベオリカル、聖書のという意味ですね。そして2、7はカインです。カインとアベルのカインです。何か関係があるのかないのか、それは分かりませんが、今はこの状態でペンディングということにしておきます。The Louvre Museum, Paris, France has deleted Jesus Christ's message to human beings under the name of stupid restoration together with bloodstains painted in the painting Saint Anne and Holy Families. You will know how stupid it was and what Jesus Christ's message was about which I would like to verify in this
video. ルーブル美術館は愚かな修復作業の中で、あろうことかイエス・キリストの人間に対するメッセージをそこに描かれていた血痕とともに消し去ってしまいました。どう愚かなのか、またその血痕がどういう意味を持つのか、さらに1500年後のキリストが彼の操り人形芸術家であったにせよ、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して私たち人間に何を伝えたかったのか、それをこの動画の中で再検証してみます。広し林、浜松シティ、ジャパン。後でもう少し詳しく解説しますが、今皆さんにご覧いただいているのが聖安と聖母子の絵の中に描かれている血痕です。血の跡です。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して1500年後のイエスはこのような絵を残しました。これは絵の汚れではありません。衣服にもその血痕が残っています。輪郭のところでその血痕が止まっていること、また衣服のシワに沿ってその血痕が描かれている点に注意してください。これは汚れではありません。意図的に描かれた血痕です。黄色いラインに注意してください。もし汚れであるならば輪郭線のところで止まるはずがありません。また衣服のシワに沿って汚れるということもありません。これは絵です。絵画です。騙し絵です。つまりこのような形で1500年後のイエスはレオナルド・ダ・ヴィンチという名前の操り人形芸術家を通して私たち人間に一つのメッセージを残しました。マリアと言われているこの人物の顔にもそれが表現されています。血痕です。断言します。血痕です。この血痕もこの人物の顔の輪郭線のところで止まっています。さらにこの聖安の右手を見てください。イエスと言われている子供の皮膚の下に手が潜り込んでいます。つまりこの子供はイエスではなくて左二人の人物の餌ということになります。注意深くご覧ください。手が皮膚の下に潜り込んでいます。皆さん、これがジーズです。私たちは長い歴史の中で、つまり捏造された歴史の中でこの絵を理解しているに過ぎませんが、事実はもっと別のところにあるということです。同じように岩窟の聖母ルーブル版の中でも中央にいるマリアと言われている女性の右指がやはり左に描かれている餌の子供の皮膚の下に指が潜り込んでいます。このような形で1500年後のイエスはここに描かれている二人の子供はイエスではなくて、つまり餌であることを示しています。注意深くご覧ください。で、この聖安と聖母子の絵の中にはですね、血も表現されています。輪郭のところで赤い色が止まっている点に注意してください。そしてこの聖安と言われている人の右手は血で汚れています。さらに決定的な証拠がこの中央に上から下に流れる
血の跡です。汚れであるならば、衣服のところでその血が止まるはずがありません。いいですか皆さん。これは絵ですよ。実際の衣服ではないんですよ。どうして汚れが絵の中の衣服の上で止まっているのですか。いわゆる騙し絵ということですね。皆さんはこれを見て何も不思議に思わない。おかしいとも思わない。しかしこれは絵なんですよ。絵の中の衣服の上で汚れが止まるはずがないじゃないですか。もし上から流れ落ちたインクのような汚れであるならば、絵の中の衣服のラインでその汚れが止まるはずがないのです。そして汚れは皆顔の輪郭のところで止まっています。つまりこれらの汚れイコール血痕はレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して1500年後のイエスが意図的に描いた汚れということになります。ではなぜ血痕なのか。それはこの子供の向かって右側左手を見ればわかります。手に握っているのは短刀、すなわち小刀、すなわちナイフなのです。注意深くご覧ください。これは羊の耳ではありません。このような形でこの子供は短刀、刀、ナイフを握っているのです。その証拠に耳の色が違います。先を見てください。右上の先を見てください。これは羊の耳ではありません。もう一方の羊の耳と比較してみればそれがわかります。羊の耳は白く描かれています。そして指の間から見える。その短刀は茶色です。そして付け根のところも見てください。茶色ですね。もしこれが羊の耳であるならば、この部分も白いはずです。つまりこれは羊の耳ではないということです。だが、すなわち短刀だということです。この子供は短刀を手に握り、そしてそれを羊の頭に突き刺しているのです。皆さん、これが事実なんですよ。皆さんが知っている歴史は捏造された歴史にしか尽きないということです。つまりこのような形でイエスは、1500年後のイエスは私たちに強烈かつ鮮烈な歴史を残したということになります。続く動画をどうかご覧になってください。なお、あろうことか、これらの血痕は2000年に入ってからルーブル美術館によって跡形もなくきれいに修復の名のもと消し去られています。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is too horrible, and unless it is okay, you are advised not to watch this video since it might cause you ill feeling. And I say here that common sense is unreliable at all. Common sense, which is a collection of prejudices,with lies plastered upon lies taken a long, long time. Why not do you doubt your common sense here in this video with me? Here is one example. 嘘に嘘を塗り固められたのが常識ということになります。あなたもその常識を一度疑ってみませんか?今日もダ・ヴィンチの描いた絵をテーマにそれを考えてみます。これが岩窟の聖母ですね。ルーブル版です。今日は右の天使の腕に注目して考えてみます。この腕を注意深くご覧ください。この手を注意深くご覧ください。何か斑点のようなものが描かれてますね。絵の具の汚れなのでしょうか?それとも斑点なのでしょうか?ここの部分ですね。この部分を拡大してみます。注意深くご覧ください。斑点のようなものが描かれているのがわかります。が皆さんは多分これをですね、
絵の具の汚れというふうに解釈なさると思います。が、そう思うのはちょっと待ってください。実はダヴィンチは同じ斑点を別の絵の中で表現しています。これはアンと、聖アンとマドンナですね。この聖アンの、皮膚を見てください。この皮膚を見てください。同じように斑点が描かれています。絵の具の汚れのようにも見えますが、輪郭線のところでその斑点が止まっています。つまり、意図的に描かれた斑点だということになります。この斑点は何かということですね。皮膚病ということになるのでしょうか？それとも何か別のものなのでしょうか？注意深く比較してみてください。が、その同じようなものがですね、実はこの案の衣服の上にも書かれています。つまり、blood、血ということになるわけですね。で、その斑点をさらに精査しています。これは汚れなのか？注意深くご覧ください。それとも斑点なのか？そこで衣服を見てみますと、同じように衣服の上にも斑点が表現されているのがわかります。そしてその斑点は輪郭のところで止まっています。ということは、意図的に描かれた斑点であるということになりますね。ということは、これは斑点ではなくて、blood、つまり血というふうに私は判断しました。詳しくは続くビデオの中で解説しますが、となると、左のこの天使の腕に書かれている、手に書かれているのも血ということになります。なぜダヴィンチはこんなところに血を表現したのか、ということになりますね。謎が謎を呼びます。少し回り道をしますが、その謎を解く鍵がミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの絵の中にありました。皆さんご存知のカッシナの戦いです。この中に、1500年後のキリストは重要なメッセージを書き残しています。これがカッシナの戦いですけども、この絵の中には一文字の形で、つまり隠し文字の形で775027という数字が表現されています。注意深くご覧ください。左から775027という意味です。この775027が何を意味するかですけども、ヘブライ語って言いますかね、実際には獣医師って言いますけども、ユダヤのゲマトリア、いわゆるわかりやすければ暗号によればですね、77というのはキリスト、号令は聖書のビブリカルという意味です。そして27がカインという意味です。まずこのような形で、暗号的に表現したということになります。ゲマトリアです。で、ゲマトリアについて簡単に説明しておきたいと思います。要するに、カバラ必数学にのっとった、表現方法だということですね。要するに、いろんな言葉などをですね、言葉あるいは単語をですね、数字で表したのがゲマトリアということになります。神秘主義のカバラに基づくものであると。それによりますと、77というのは、繰り返しになりますけども、キリストを意味します。そして、号令は、ベブレカル、なわち、聖書のという意味です。ここが重要です。こうした数字、そして暗号をですね、ミケランジェロなる画家を通して1500年後のキリストがですね、私たちにメッセージを残したということになります。そして27がカインという意味になります。で、これら775027を、7をですね、つなげて読みますと、キリストは聖書のカインであるという言葉が浮かんできます。つまりこのような形で、ミケランジェロなる画家を通してですね、繰り返しになりますけども、1500年後のキリストは、つまりキリストというのはね、聖書でいうカインのことであるってことを、なんだよってことを示したということになります。これが、そのメッセージということになるわけですね。注意深くご覧ください。左から775027と書いてありますね。by 林博士発見ですよ。つまり、
このような形で、1500年後のキリストは、ミケランジェロなる操り芸術家を通して、私たちにメッセージを残したということになります。繰り返しになりますが、ここが今日の重要なポイントです。77、クライストです。50は、ビブリカルです。そして、27が、ケイン、つまりカインということになります。こうして、まあ、この内容とですね、そして、ミケランジェロが描いた天井画の内容と、そして、まあ、ダヴィンチなる画家が描いたとされる、岩窟の聖母の中に表現されているメッセージと、一貫性を持って、といいますか、一連性を持って繋がっていくということになります。では、カインとは何なのか。カイン創世記には次のようにあります。カインとアベルはアダムとイブがエデンの園を追われた、つまり失楽園後に生まれた兄弟である。またこの二人に弟のセトがいる。カインは長じて農耕を行い、アベルは羊を放牧するようになった。ある日二人はおのおのの収穫物をヤーウェに捧げる。カインは農耕で得た収穫物を、またアベルは肥えた羊の発語、ここが重要です、羊の発語を捧げたが、神ヤーウェはアベルの供物に目を留め、カインの供物は無視した。ここが重要です。ヤーウェはアベルの供物に目を留め、カインの供物は無視した。そのため嫉妬に狂ったカインはアベルを殺した。繰り返します。嫉妬に狂ったカインはアベルを殺します。以上の、つまりカイン創世記の話を、このレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる聖アンと聖母子の絵に当てはめて考えてみると、担当を突き刺しているのがカイン、そして羊はアベルを表しているということになります。つまりイエス・キリストイコールカインであるということを、この絵は示しているということになります。そしてその内容は、あのミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの中に仕込まれた暗号と一致します。繰り返しになりますが、1500年後のイエス・キリストはルネサンスの時代に現れて、キリストというのは聖書でいうカインのことであるということを私たち人間に示したということになります。で、ここが重要ですが、こうした絵を描いたダ・ヴィンチにしてもミケランジェロにしても、意味もわからずこうした絵を描いたか、あるいは発表したということになります。では、聖アンと聖母子の絵に仕込まれた謎についての動画をどうかご覧ください。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is very much horrible or fearful for some people I know. Then I say that it is 100% up to you how you judge this fact and draw your own conclusion. Here a fact that I can show you for today's story. 今日の話は恐ろしい話です。これからそれを話しますが、その覚悟は良いですか？またこうした事実をどう判断なさるかは 100% あなた自身の問題です。私は事実のみを話します。言い換えると、今までどうして誰もこんな事実に気がつかなかったかということです。ダ・ヴィンチがこの絵を描いてすでに500年以上も経っています。題して血で塗られたマドンナと聖アンです。今その絵を見ていただいてますけども、ここにあるシミはですね、汚れなのか、それとも汚れでないのかということが最初の疑問でした。で、よく調べてみますと、汚れがですね、顔の輪郭とともに止まってるんですね。注目をご覧ください。ここですね。となると、これは汚れではなくて、意図的に描かれたもの
ではないかという今疑念を私は持ったわけですね。で、さらに調べてみますと、細かい部分で同じ色を使って、まあ、ちょうど輪郭のところでそれが止めてあるわけですね。となると、これは汚れではなくて、意図的に書かれたものであるということが分かってきたわけです。となると、これは皮膚病かと、まあ、そのように考えたわけですね。ダ・ヴィンチは、あえて皮膚病の、まあ、マドンナと、そして聖アンを描いたということになるわけですね。しかしそんなことはするだろうか。皮膚病なのか。あるいはな、皮膚病だとするならば、この、まあ、この模様、シミのね、まあ、いわゆる、まあ、どうしてそんなことを描いたかということなんですね、問題はね。で、皆さんはどう判断なさるでしょうか。で、ここの部分を見ますと、同じ色で、まあ、汚れのようにも見えますけども、また下のところでですね、それが、まあ、汚れが止まっているわけですね。そして、同じように書いてある。そして衣服にも同じような汚れが表現してあるわけです。そしてこの汚れは衣服のところで止まってるんですね。そしてよく見てください。衣服の、いわゆるその布のですね、シワの間にその汚れが描かれているということですね。ということは、この汚れはですね、まあ、衣服のシワの間に意図的に描かれた、まあ、汚れであるということになるわけです。となるとこの汚れは何かということになるんですね。もうこれは皮膚病ではありませんね。なぜか、なぜか、何かというふうに考えていくわけです。つまり、これは汚れではなくて、意図的に書かれた、まあ、いわゆるなってますかね、騙し絵ですよね。汚れに見せかけた何かであるということになるわけです。となると、顔の、まあ、いわゆるシミもですね、皮膚病ではなくて、皮膚病、もしくは汚れに見せかけた何か、であるということになるわけです。まあ、こうしてみますと、この、特にこの汚れなんか、汚れらしきものを見てくださいね。周辺に明らかに色を塗った跡がありますね。ということは、これ全体がですね、意図的に描かれたものである。そしてその汚れはですね、その、ま、皮膚のところで止まっていると。もし汚れであるならば、上の方まで行くはずですからね。あるいはま、500年の間に誰かがですね、何かをこう、インクのようなものを投げつけて描いたのであれば、このような表現にはならないんですね。となると何かということなんです。いわゆる汚れではない。汚れに見せかけた何かであるということですね。いわゆる隠し絵、騙し絵になるわけです。まあ、この辺を見ますと、あたかも汚れのように見えるわけです。汚れのように見えますね。こうした手法はですね、ミケランジェロもシステーナの礼拝で使ってますね。例えば、ひび割れに見せかけた、まあ、いわゆるその騙し絵でですね、古く見せかけた、意図的に描かれたひび割れなんかも、その手法の一つだと思います。となると、これは何かということになるわけです。いわゆる、まあ、騙し絵。隠し絵ということになるわけです。で、そのヒントがですね、実はここにありました。注意深くご覧ください。この手、ここを見てください。この手のところが特に大きく汚れてますね。これは汚れではありませんね。と同時に、周りにはそれを隠すかのように汚れのようなものが表現してるわけです。で、この大きな汚れはですね、いわゆる体の線の輪郭線で止まってますね。ということは、明らかに意図的にこの汚れは描かれたものである。特に大きな汚れが、この聖アンの右手の、まあ、手の上にダラーッとこう書いてあるということですね。となると、これは何かですけど、もう一つヒントがありました。この縦線を見てください。これが汚れであるならば、絵の上に描かれた、いいですか？衣服の上で止まるはずがないんです。本物はそうかもしれませんけどもね。しかし、絵の中で、別に書かれた、まあ、例えば汚れが上から垂れてきたとしますね。どうして衣服、絵の中に書かれた衣服の上で止まるんですか？ありえないでしょ？現実と絵の世界と区別してくださいよ。そして、ここに、まあ、止まっていると。となると、この赤い線も意図的に書かれたものであることがわかるわけです。もしもこれがですね、誰かが、まあ、インクかなんか何がかけて、つけた、まあ、汚れであるならば、下まで行くはずですから。いいですか？繰り返しますよ。横の線は、これは、絵に書かれた衣服のラインですよ。そんなところで上から流れてきたインクが止まるわけがないじゃないですか。ということを考えていくわけです。そしてまずこの上から流れてきたのはこれは何かということなんです。そうです。こういう風に流れてここで止まるのは血なんですね。このダヴィンチが意図的に書いた血なんです。ということになってくるわけです。となると、この聖アンのほっぺたに書かれている、まあ描かれていることはシミ、そしてこの、なんて言いますか、汚れのように見せかけた何かは何かということですけども、血であるという風に考えられるわけです。そして色も合いますね。ただ、衣服の方はですね、また別の表現がしてありますけども、何のために、どうしてこんなところに、まあ、汚れに見せかけた血、まあ、皮膚病ではないですね。というのは、マリアも、それからマドンナもですね、それから、セワンも同じようにそれが表現してあります。そして、衣服の上にも表現してありますから、皮膚病ということはありえません。実はそのヒントは、このイエスの左手にありました。注意深くご覧ください。
エスの左手を見てください。一見、この羊の耳を掴んでいるかのように見えますね。一見、羊の耳を掴んでいるかのように見えますね。これが騙し絵、隠し絵なんです。しかしこれは羊の耳ではありません。先を見てください。羊の耳は白いです。ところが、このイエスが持っているこのものはですね、この、まあちょうどですね、手に握っているものは羊ではなくて、色がですね、羊の耳の色とは違います。騙し絵なんですね。実は、ここにイエスが持っているのは耳ではなくて、なんだと思いますか？ナイフなんです。イエスは左手にナイフを持ってそれを羊の頭に突き刺しています。イエスはナイフを持っています。もう一度比べていますから、皆さん自身で確認してください。耳は白いです。下を見てください。もしも耳であるならば、これだけ出てるんですから、ダヴィンチはですね、レオナルドは白い耳を描いたはずです。わかりますか？白い耳。しかし、これは耳ではありませんね。ということは、イエスは左手で羊の頭にナイフを突き刺している。という、まあ、極めて残酷な絵なんですね。まあ、その証拠にこのイエスの顔を見てください。後でまた出てきますけども、目がおかしいです。黒目です。そして、この目は、まあ、俗に言います。死んでいますね。子供のにこやかで優しい顔ではないと、私は判断しました。という、まあ、恐ろしい話です。そしてその血がですね、まあ、象徴的に飛び散っている。そしてそれを隠すために、病気のよう、あるいは汚れのように見せかけているということですね。もう一度この絵を しっかりとご覧ください。一見汚れのように見えます。皮膚病のようにも見えます。そしてその汚れはですね、顔の輪郭のところで止まっています。一部分ね、そのダラーっと流れたように見せかけて、汚れのように見せかけているところもあります。それが混在しているわけですよね。ですから、皆さんは騙されました。そしてこの、まあ、事実に500年以上も誰も気がつかなかったということですね。汚れだ汚れだと思い込んでいたわけです。で、結論になりますが、皆さん注意深くご覧ください。ここですね、汚れが顔の、いわゆるその顎の下で止まってますね。ということは、これは汚れではない。後から、まあ、誰かがね、例えばインクを投げつけて変えたような絵でもないということです。そしてその下の方の輪郭はスーッと横へ流れてますね、線が。ということは同じ色で同じように描かれてますから、これは汚れではありません。と同時に、マリアにも、それから、聖アンの顔にも、そして衣服にもついてますから、これは皮膚病でもありません。となると、これは血ということになるわけですね。色も合います。なぜ、この絵の中に血が飛び散ってるか。その理由は、続くビデオを見ていただくとわかります。この絵の中には、恐ろしい物語が隠されています。というのは今日のビデオでした。続くビデオをどうか参考にしてください。Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about one of the most well-known paintings painted by Leonardo, a painting with the title of The Virgin and Child with Saint Anne. An art critic, for example, writes about this painting as follows. As he did in The Virgin of the Rocks, Leonardo set a religious scene in a fantastic landscape and placed an abyss between viewer and figures. The mountainous distance is conveyed by atmospheric perspective with bluish and crystalline highlights,and reflect his interest in geology and meteorological phenomena, and etc., etc. I, Hiroshi Hayashi, have got a quite different idea and wonder if what he writes here is true or not, or all or not. Leonardo painted so-called Bloody Mary in the painting of The Virgin and Child with Saint Anne. You,also know the reason why he did it in this video following. 皆さんご存知のダヴィンチの描いた聖アンナと聖母子の絵です。世界中の、そして日本中の美術評論家が絶賛してやまない絵画です。が本当にそうでしょうか？本当に全てでしょうか？
この絵の中には、身の毛もよだすダヴィンチからの恐ろしいメッセージが隠されています。それを説明する前に、皆さんに一つだけ説明しておかねばならないことがあります。血の染みです。血液の染みです。血というのは、出血した直後は赤いですが、衣服についた血を放置しておくと、黒く色が変色します。で、その後、血液の中のタンパク質が硬化して、洗濯をしても色が落ちなくなります。淡い黒い色が残ります。これを血液の染みと言います。ダヴィンチは聖アンナと聖母子の絵の中で、騙し絵という手法で、血と、そして衣服についた血の染みを表現しました。そうであるかないかは、皆さんご自身で判断していただきますが、なぜダヴィンチはこんな絵を描いたのか、こんな染みを描き残したのか、その理由もこの動画の中で説明します。その事実を冷静に皆さんに知っていただきたいのです。そんなバカなとか、ありえないとか言って吐き捨てる前に、そこにある事実を知っていただきたいのです。私はこの動画の中で事実のみを皆さんに報告します。証拠を添えて報告します。その上で、なぜ、どうしてと自分に問いかけてほしい、見てほしいのです。つまりダヴィンチは、こういう形で500年という歳月を経て、私たち人間に強烈なメッセージを送り続けていたのです。驚くべきというか、恐るべきメッセージです。ダヴィンチの絵は素晴らしい。と、つまりは表面的な美だけに騙されないで、その向こうに隠されている、その強烈な、言い換えますと、鮮烈なメッセージを読み取ってください。それでこそ、私たち人間は、ダヴィンチを真に理解したことになるのです。世界中の美術評論家が書いていることが正しいのか、それとも私、林博士が言っていることの方が正しいのか、それを判断なさるのは、あなた自身だということです。では、動画を見ながら説明します。まあ、これがその、まあ、絵画なんですね。聖アンナと聖母子の絵ですね。で、この絵の中にですね、この、まあ、こちらの方が、まあ、聖アンということになるわけですけども、この顔に、まあ、出ているこのシミですね。これは汚れなのか、いわゆる、まあ、絵画のね、そのものの汚れなのか、それとも、ダヴィンチが意図的に描いた汚れなのかということなんですよね。で、これは私は血液と、まあ、血というふうに判断しました。というのはですね、汚れであるにもかかわらず、この輪郭線のところで、まあ、止まっているということですね、この汚れが。ということは、まあ、後でね、例えば何かの、まあ、表紙にですね、インクなんかかかって汚れたというのではなくて、あるいは、まあ、カビが生えたとかそういうことではなくて、この汚れそのものが意図的に描かれているということなんですね。そしてこの衣服にも同じような汚れが表現されていて、輪郭線のところで止まっていること、それから、シワの間にその汚れが、まあ、描かれているところに注意してください。すなわち、これらの汚れは、ダヴィンチによって意図的に描かれた汚れだということだった、になります。そしてこの汚れがですね、何であるかということなんですね。顔の方は血ということで判断できましたけども、この衣服についた汚れは何であるかですけども、これも血の汚れというふうに判断しました。それは、冒頭に挙げました。まあ、絵を、ってますか、写真を、と見比べていただければ、わかると思います。なあち、これは、血がですね、まあ、いわゆるシミとなって、残った跡だということになるわけです。となると、なぜダヴィンチは、このような、まあ、絵を描き残したかという問題が出てくるわけです。まあ、聖、まあ、いわゆるね、あまあ、聖アンナと聖母子という、まあ、タイトルがつくような絵の中で、なぜダヴィンチは、聖アンナの顔にですね、いっぱい、まあ、血を描き、そして衣服には血のシミを描いたかということなんですよね。まあ、今もう一度ご覧いただいてますけど、一番右が、衣服に残った血のシミということになります。で、これと同じシミがですね、聖アンの衣服の中にも描かれているということですね。色も全く同じなんですね。そしてその漢字も風合いもですね、全く同じように、まあ、描かれているということなんです。まあ、ダヴィンチはこのように正確に描いたというよりも、やはりこういったところでも写真技術を使っていたということになります。まあ、ともかくもなぜこんな絵を描いたかというその理由はですね、このビデオの中で説明いたします。で、続くビデオをどうかご覧いただきたいんですけども、まあ、ダヴィンチはこういう形でですね、まあ、隠し絵、あるいは騙し絵という手法でですね、500年という歳月を経て、強烈な、そして鮮烈なメッセージを私たちに残したということになります。それをまた理解するのが真にダヴィンチを理解したということになるのではないでしょうか。まあ、まさに血に、まあ、なりません、汚れた、マドンナということになります。Bye for now.
Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a horrible painting of Madonna and Saint Anne who eat a child, a painting painted by Leonardo. I just show you here in this video only fact, believe it or not. Only fact. Then I say that it is up to you how you judge this fact and draw your own conclusion. Here are facts that I can show you for today's story. 子供を食べるマドンナとセアン。今日の動画は恐ろしい動画です。大変ショッキングな動画です。題して Bloody Saint Anne with Madonna。血にまみれたセアン。あるいは、マドンナ、who eat infant, painted by Leonardo。幼児を食べるマドンナ、by ダヴィンチです。私はこの動画の中で、事実のみを皆さんにお伝えします。信ずるか信じないかという問題ではありません。こうした事実を受け入れるかどうかという問題です。その上で、どう判断なさるかは、あなた方の問題ということです。私ではありません。あなた方の問題ということです。マドンナとセアンは子供を食べていました。で、その動画はこの動画の後につなげておきますが、さらに奇怪な事実が私のところに届きました。フランス・パリ在住のセリ・キムラさんがルーブル美術館へ行き、その写真を届けてくださいました。またまたその写真を見て私は驚きました。これからその写真を紹介しますが、決して解像度が低いわけではありません。2448×3264 ピクセル。つまり、超超高解像度の写真です。その写真は、私が今まで検証してきた絵とは違います。どう違うかは、これから説明しますが、唯一考えられることは、ダヴィンチは2枚の絵を描き残したということです。あるいは現在、ルーブル美術館に飾ってあるダヴィンチの絵は、そのコピーか偽物かということになります。が、こんなことはあり得るでしょうか。セリ・キムラさんが届けてくださった絵の中のセイ・アンとマドンナは美しすぎます。肌には血痕の跡がありません。これはどういうことでしょうか。つまり私はコピー、あるいは別の絵でも良いのですが、何かしらその裏に意図的な隠蔽工作のようなものを感じます。こんな絵ではまずいぞ。ということで展示用には別の絵を飾っているとです。私がこの続く動画の中でお見せするダヴィンチの絵は、あまりにもそら恐ろしいものです。皆さんが今まで持っていた常識を180度ひっくり返すものです。あるいは今までの皆さんの思い込みを粉々に粉砕するものです。だからルーブルでも展示用には別の絵、つまりコピーを展示している。あるいはダヴィンチ自身が同じ絵を2枚描いたとも考えられます。が、私は今までそうした話を聞いたことがありません。ともあり、まず、セリ・キムラさんから送っていただきました絵を、ですね、私が持っている資料と比較してみます。もちろん、私の資料の方がその2倍ほど精細なものです。なお、この中でお見せする事実は、すべて林博士が発見したことです。では、恐ろしい話です。覚悟はよろしいですか？では、画面を見ながら説明します。これが私が、現在持っている資料です。極めて解像度の高い、写真ですね。で、おととい、セリー・キムラさんがですね、ルーブル美術館へ行って、この写真を撮って送ってくださいました。2448×3264 ですから、同じように解像度は高いんですけども、この絵を見て驚きましたね。セアンもマドンナも美しい肌を持っています。そこに注意してください。で、このセアンの肌にはですね、血痕の跡が全くないんですね。少し、かすかに色が残ってるかなっていう感じはします。どうしてでしょうか？ということなんですね。で、比較しています。これが現在、ルーブル美術館にある、
絵の写真です。と、右が私が手持ちに持っている、まあ、絵の写真ですね。で、比べてみてください。で、右の方は後で証明しますけども、これは血痕の跡です。血の跡なんですね。ところが、左のセリ・キムラさんが送ってくださった、現在のルーブル美術館にある絵の写真にはそれがないんですね。そして、色の風合いも違う感じがしますね。色温度が違うと言いますかね。そういうところなんですよ。で、まあこれはカメラの特性によるものかなという部分もありますので、何とも言えませんけども、この部分ですね。後でもう一回照合しますけども、影の出来具合が全く違います。で、これは、まあ、現在のルーブル美術館に飾ってある写真ですね。絵の写真です。で、右が私が持っている手持ちの写真ですけども、まあ、これもその、なんて言いますか、メイドさんの違いによってこうした違いが出たのかなとも思えなくもないんですけども、それにしても、マドンナの皮膚が綺麗ですね。そして、一つまあこれは確認ということになるわけですけども、このイエスと言われている子供の目を見ていただきたいんですけどもね。で、セリキマさんが送ってくださったこのイエスの目は真っ黒ですね。で、右の方は私が持っている白なんですけども、黒目かなと思うことで、まあ前回はペンディングということにしましたけども、やはりこう瞳があってますか、おかしいですね。大きいです。それで、セリキマさんが送ってくださったイエスの目の瞳も真っ黒ですね。これね、よく見ますとね。まあ、明度を上げてみましたけども、真っ黒の目だと。で、ラファエロがですね、同じような、まあ、少女の絵を描いています。ジプシーの女の子ってことになっていますけども、まあ、不気味になっています。はっきり言って不気味な目をしてますね。真っ黒です。まあ、こうした絵をラファエロも描いているわけですね。で、ダヴィンチも同じように描いているっていうふうに解釈できるわけです。イエスの目がおかしいですね。人間の目ではありませんね。で、もう一度比較してみますと、まあ、これがですね、セリ・キムラさんが送ってくださった写真です。で、これが、まあ、その、セイ・アンの首の部分ですよ。注意深くご覧くださいね。ここからが本題ということになりますので、そして右が私が持っている資料の写真です。そして比較してみてください。これがなんて言いますか、これは違いよくわかりますね。で、左の絵は解像度が低いかっていうことではないんですよ。同じように解像度は高いんですけども、やはりこうしたその部分が映っていないんですね。まあこれ、後で証明しますけど、血痕です。血ですよね。そして、汚れではありませんよ。絵の汚れではありませんよ。ということで、もう一度この、ブラディ、セントエンですね。を見ていただきたいんですけども、まあこうした検証の場合はですね、細かいところを見ていくんですけどもね、ここの部分をちょっと見ていただきたいんです。で、これは両者同じ絵なのか、それともコピーなのか、それともダヴィンチが2枚描いたのかという問題が出てくるわけですけどもね、色温度を上げてみますと、あるいは明度を上げてみますと、ここに、左の方には影がありますけども、右の方にはないですね。ですから全体に、露出がなんて言いますか、落としたのかなっていう感じもしますけども、明るくしてみますと、やはりこう違いがわかりますね。そしてこれは両方同じように色温度を上げてみたんですけども、色の風合いが全く違うということですね。ということはコピーか、あるいは2枚あったかということになるわけです。何かしら謎がない。で、結論ということになりますが、冒頭の部分をもう一度繰り返します。それがこの動画の結論ということになります。Cain is said to have killed his brother Abel, but it was Nergal and Inanna who made Cain kill his brother Abel. It means that Nergal and Inanna tempted innocent Cain to kill his brother Abel. The proof is a painting entitled The Virgin and Child,with Saint Anne, said to have been painted by Leonardo da Vinci. Have a look at this painting. There are three people depicted in this painting.
In the left foreground is Nergal. In the background is Inanna. And Cain is holding a dagger on the right. And Cain is stabbing the dagger into his brother Abel, the sheep. I, Hiroshi Hayashi, prove these facts in this video with evidence. カインは弟のアベルを殺したと言われています。しかしそのカインをして弟のアベルを殺させた背後にはネルガルとイナンナがいました。つまりネルガルとイナンナが無邪気なカインをそそのかして弟のアベルを殺させたということになります。その証拠がダヴィンチが書いたと言われている The Virgin Child with Saint Anne、 つまり聖アンと聖母と子供と題された絵画です。この絵を見てください。この絵の中には3人の人物が描かれています。手前左にいるのがネルガル、その奥にいるのがイナンナ、そして右下で短刀を持っているのがカインです。そしてそのカインは弟のアベル、つまり羊にその短刀を突き刺しています。これらの事実を私、林浩司は証拠を添えてこの動画の中で証明します。